あなたはこれがどこの国かわかりますか？トイレを使うだけで200円から300円。ミネラルウォーターは300円から500円。ポテトチップスは550円から650円。ラーメン一杯がなんと1700円。国民は皆それほどガツガツ働いていないのに、一人当たりの GDP は日本の 1.85 倍。今、まるでバブルのような好景気に沸くこの国は、世界一の大国アメリカではありません。ヨーロッパの大国ドイツでもありません。物価が高そうなイメージのあるイギリスでもありません。この国は2008年に大規模なデフォルトを経験したばかりのアイスランドです。財務省の発表では、今国の借金が約883兆円と主要先進国の中で最悪の水準にあるとされる日本の財政。メディアでも著名なコメンテーターたちがいつ破綻してもおかしくない水準だと繰り返し警告する日本にとって、同じくヨーロッパにある先進国アイスランドで起きた出来事は日本経済の未来を読み解く重要な鍵になるでしょう。アイスランドに起きた悲劇、アイスランドに神のご加護を。2008年10月6日、この文字がテレビ画面に大きく映し出された。そしてアイスランドの同胞の皆さんと、オルデ首相が国民に呼びかける声が流れてきた。我が国は今重大な危機に直面しています。これはそのことを皆さんにお伝えするための特別放送です。ずらりと並ぶマイクを前に、首相は沈痛な面持ちで何度も眼鏡に手をやりながらこう言った。皆さん、最悪の場合、我が国の経済は銀行とともに混乱の渦に巻き込まれ、国家破綻という結果になるかもしれません。当時首相が非常事態宣言を出すほど事態は逼迫していた。アメリカの住宅ローン問題に端を発した金融危機はウイルスのように世界中に伝播。太平洋を越えてヨーロッパの株式市場にも打撃を与え、とうとうこの小さな島国にもやってきた。2008年10月のわずか1週間で、アイスランドの3大メガバンクは軒並み破綻の危機に瀕して国有化。株価は10分の1になり、GDP の何倍もの投資が無に帰した。そして10月後半には、外国から借りた債券の支払いができなくなり、アイスランドは事実上のデフォルトに陥った。信用を失ったアイスランドの通貨、クローナは価値は半分以下に暴落。国民の預金は一時的に封鎖された。失業率も上昇、約4万人が住宅ローンを返済できなくなり、差し押さえが相次いだ。しわ寄せを食らった国民は怒り、街では大規模な抗議デモが繰り返し行われた。ある時、内閣の退陣を求め、国会議事堂を怒った民衆が包囲、拉致が開かなくなった警察当局が唐辛子スプレーを使って追い払うなど、200人以上の逮捕者が出たこともあった。あまりの事態に国立公衆衛生研究所が自殺の急増を心配し、国内メディアに対し報道内容を少し明るい文面にしてくれと要請したほど。この破綻でアイスランド政府の負債はたった1年で GDP の 0.6 年分も一気に増加したため、2008年12月、イギリスのエコノミスト紙は、国の経済規模との比で言えばアイスランドの金融崩壊は世界最悪のものだと報じた。さらに国家破綻後、 GDP が 13% も下がったことで、社会保障や医療サービスの維持すら危うくなったアイスランドは EU に助けを求めるも、どこも余裕がない中、自業自得だと切り捨てられ、思うような支援は得られなかった。これほどひどい状態であれば、これから先失業率は 30% から 40% になって街にあふれるのではないか、ハイパーインフレになって通貨は紙くず同然になるのではないかと専門家は予想していた。しかし意外にもそうはなりませんでした。それどころか、アイスランドの GDP はわずか2年でプラス成長へ。一時は最大 21% 上がったインフレ率もどんどん下がって、2010年には 4% 台に。失業率さえも最大 8.5% で打ち止めとなり、あのアメリカよりも、北欧の中でも飛び抜けて財政が安定していたスウェーデンよりも低いままだったのです。さらにアイスランドはそこから経済成長を続け、今では国民1人当たりの GDP が日本の 1.85 倍と、ほんの10年足らずで先進国の中でもトップクラスの成長を続ける国へと復活を遂げました。デフォルトが起こると国家が崩壊して、
二度と立ち直れないほどひどい状態になるんじゃないか。テレビや新聞ではそんな報道が盛んになされているので、こういったイメージを持ってもおかしくないと思いますが、アイスランドの例を見る限り、実は外国から借りたお金が返せないなんてことは大した問題ではありませんでした。なぜこんなことができたのか、もちろんそこには経済のからくりがあります。国家が破綻すると信用不安からその国の通貨は安くなります。しかし同時に通貨が安くなるということは、その分輸出が簡単になるということです。そして値段の高い外国製品を買うことは控え、自然と自分たちで全てを賄えるようにしよう、自国の産業をどうにかして強くしようという方向へ皆の意識が向かい、そのうち貿易収支も赤字が小さくなり黒字が出やすくなる。アイスランドの場合も信用が暴落したことで自国通貨のクローナが一気に安くなり、輸出産業が一気に成長しました。デフォルトの前までアイスランドの経済は金融が中心で、高金利の金融商品を乱発しては外国から多額の資金を集めるといった危なっかしいビジネスを国を挙げて行っていました。しかしデフォルトの後それができなくなったことで、もともと自国の強みだった地熱を利用したクリーンエネルギーや水産、鉄鋼、アルミなどの産業へと自然と集中せざるを得なくなりました。しかしそれによって次々育った自国の産業は通貨安の波に乗り、輸出が絶好調に、失業率は増えるどころかあっという間に人手が足りないほどの状態になりました。そうして国内の景気が良くなると、徐々に国際社会での信用は回復し始め、外国からの投資、企業も集まるようになり、結果すぐにアイスランドの経済は高成長を取り戻したのです。これはたまたまアイスランドが特殊だったのでしょうか。いいえ、そうではありません。実を言うとアイスランド以外にも2000年以降にデフォルトした国はナイジェリア、インドネシア、ドミニカ共和国、アルゼンチン、エクアドル、パラグアイ、ウルグアイ、ギリシャ、この通り9カ国もありますが、その全ての国が1999年末を起点として2010年頃までの実質 GDP の伸びで我らが日本、そしてアメリカを上回っていたのです。このような事実は日本ではほとんど報じられることがありませんが、国際社会では当たり前に認識されていることで、事実、財政学の権威でハーバード大学の教授ケネス・ロゴフ氏は著書の中で、デフォルトは新興市場経済が先進的な経済へ成長する過程で避けて通ることのできない通貨儀礼のようなものであると言っています。実際歴史を遡れば、過去に覇権国家の地位を手にしたスペインは計8回以上もデフォルトしていますし、イギリスもアメリカでさえもそれを経験しています。どの国もその度によみがえってはより強くなって世界の覇権を手にしたのです。これまでの話から分かる通り、日本以外の国の事例や過去の歴史を冷静に紐解けば、国家を健全に運営していく上で財政赤字や対外債務のデフォルトで国が滅ぶことはなく、はっきり言って大した問題ではないと言えるでしょう。まして日本はデフォルトが起きても大した問題がないだけでなく、そもそもデフォルトする心配すらありません。勘違いせずに聞いてほしいのですが、この話でお伝えしたいのは、日本も破綻した方がいいということではありません。一時的に預金が封鎖されたり、国民が大変な思いをする可能性のある財政破綻はない方が良いと思いますが、ここでお伝えしたいのは、まるで日本を救うには消費税を増税するしかないという結論に誘導するかのように、デフォルトイコール危険という前提ありきで物事が伝わっていて、破綻するのはまずいというものの、破綻した結果どうなるのか、実際に破綻した国はどうなったのかという、我々国民にとってとても大切なことについて議論をしたり考えるきっかけを提供したりといった、正しい情報が与えられていないということです。日本国内のことだけに、それも国の借金というほんの一部だけに目を向けるのではなく、国の財政全体はどうなっていて、戦前も含め過去の歴史から見たらどんな道をたどってきたのか、それは世界基準で見たらどうなのか、そもそもお金とは、資本主義とは何なのかといった、時間や場所の軸にとらわれない幅広い視点から全体を見て、
その先のシナリオを見据えた上で、日本の未来のためにどのように考え、どのように動けばいいのか、そんな正しい情報が得られれば、我々は行動することができます。それにもかかわらず、普段目にするメディアの報道からは、なぜこういった経済の前提や根底の話を抜きにして、表面的な部分だけ強調され報じられるのか。日本のバブル崩壊、リーマンショックなど、数々の経済予測を的中させ、三井信託銀行、日興証券といった一流の金融機関さえも顧客に抱える国際政治学者の藤井元気氏はこう言います。数値化しないと学問として扱いにくいということで、戦後経済イコールお金という考え方がいつの間にか蔓延してしまった。そのせいで経済学の本質にあるお金とは何かという問いを考えることがなくなった。雇用学者、官僚の都合に合わせるように本質的な物事を考える姿勢が消えてしまったことで、経済学そのものの前提がわからなくなり、学問として薄っぺらなものになってしまった。経済にとってお金というのはどうでもいい問題である。そう自信を持って言い切れるほど、経済にとって本当は何が大事なのか、どのように考えることが基礎基本なのかが分かっていないと、本当の意味で世界で日本で起きている動きを理解することはできない。そして今の日本ではこういった根本的なことを教えてくれる人がほとんどいないと。しかしこういった現状の日本だからこそ、経済についての本質的な考え方を改めて学び、局所的な見方ではなくて全体を捉えて物事を見ることができれば、日々新聞やテレビで目にするニュースの見え方がこれまでとは全然違うものに変わってくる。ニュースの表も裏も見通せるようになるので、正しい情報をもとに判断することができ、メディアの偏った情報に流されなくなる。そして我々日本人がいつしか見失わされてしまった正しく情報を選別し読み解く力を身につけて、物事を原理原則から捉えられるようになれば、日本人一人一人が強くなる。そんな思いから藤井先生と共同で作ったのが、日本人のための世界が広がる情報リテラシー大全経済学、誰もが知らない資本主義の本質です。